俺なんかカーラハルカちゃん出てたから、見てたんだよいいいるキャンめっちゃいいよこの間、すっごい映画見たんだけど、最近朝ドラでさ、舞いあがれを見てるんですけど、うん、見てますよ。見てますか見てるけど、あれやばくないですかあれ<う>だって、製造業イコール正義、うん、投資イコール悪って、これ、普通に、あれ、普通に職業差別だろうと思います、基本的に。 しかもあの子供が自分の人生を全部台無しにして親に奉仕するのが正義っていう価値観も貫かれていて、しかもちむどんどんと違って中途半端にちゃんと作られてるからすごい立ちが悪く。うん ねえ、あなんか、あれやばい、あれやばいですよ。しかもあれ、ポイントは、本当に今東大阪で工場を頑張ってる人たちに向けて作ってるんじゃなくて、うん、とっくの昔引退して鼻くそほじりながらこんな孫が欲しいのって言ってるおじいちゃん、おばあちゃんに向けて作ってるのがやばいですよ。なるほど、そういうこと、そういうふうに。俺なんか、福原遥ちゃん出てたから見てたんだよね。ま、僕は好きです、福原さんの顔ですよ、ね。俺、あとあの、うちのゲットの会社の社長が監修してたから、うん、あ、そうあの人力飛行機のところ。ああ、何はバードマンの子ね。何はバードマンは、東工大の なんかサークルなんだよね。その、彼、彼がいたのは。あ、なるほど、ね。うちのロケットの会社の社長は、うん、そこのサークルの、うん、だ人力号機の設計をしてた。うん、あのシーンは、めちゃくちゃちゃんと作られてた。<laughs> <laughs> なんかその、福原ルカちゃんがさ,さ、そのなんか、翼の欲、うん、欲って言ってたじゃん。欲、うん。欲を壊すシーンあるじゃん。うん、だああいうところとか、すごい微妙に作られてるらしくて。でもあの先輩が、 あの程度で骨折していけなくなるのはないなって言ってたけどね。ああ、あの程度で骨が折るのがリアルなできたよね。そう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 。いや、俺だからなんで福く遥ちゃんを知ったかっていうと、ゆるキャンなんですよ。ああ、ゆるキャンなんだ、まいんちゃんじゃなくて。ゆるキャンなんですよ。ゆる、うん、キャン知ってるゆるキャン知ってますよ見たいや僕でも見てないです。なんで見ないのなんか、たまたま見てないんですよ。いや、俺ゆるキャンはもう、 さ、いるキャンめっちゃいいよ。え、それ、え、アニメの方が違う違う違う。自称、自すごい、いいんだよ。え、どう、と出てるんですかあのー、なんだっけ。えっ、ー、と、大原優うのちゃん。うん。てぃんちゃんってうちょっと、おれさん意外と見てますね、これ。いや、なんか、Fire TV スティックを買って、あれが、 なんか、すげえ使いやすいんだよね。あれ僕も大好きですよで。しかも俺ホテル住まいじゃん。はい、あ、そっか。あそこでぶっ刺せばいいんだ。とりあえず HDMI に。HDMI にぶっ刺したら、もうすぐ QR コードでログインできるから。うん、めっちゃいいじゃないですか。いや、僕もね、あの、ありと俺れ持って、ぶっ刺してますよ。いや、それですごい見る時間ができて、で、なんか、すごいレコメンドしていくんだよ。うん、寝るまでの1時間とかを、 寝落ちしながら見える言え、ね、コンテンツがなんか良くてでそれでレコメンそうかそれでゆるキャンとか見てるとどんどんそっち系のドラマがレコメンドされてきて無限に見るようになったとあれなんかこのドラマ面白いなと思って見てたらその,あの朝ドラのね主人公になってたからあれでもどうなるんだろうねあれでも僕は最終的なパイロットでさすがになるでしょ あれ、なんなかったら逆にやばくないですか本当に若者を食い潰して、東大阪の潰れた工場を延命させるのが社会性だよ。<laughs> あれはないんじゃないあの会社はやめんじゃないさすがに。いやー、なんかでもね、このままね、行くともうなんかもう本当にその、あんな今時制服があるようなね。うん。ここまで、あれね、やばいでしょ。いや、だからあれね、でも本物、あれ、あの、遊ばラても相手もアゴポルノになりがちなんですよね。うん だからもうこんな孫が欲しいみたいな感じのね、うん、なんかこうあの、先生とか教師とか、もう絶対になんか、なんか田舎のいなんかすごい人でも、真面目な人がね、あのだからそういう意味で言ったら、カーネーションってやっぱ面白かった、ね、カーネーション面白かったですよ、だからか、ね、カーネーションはだって、あのアストラの尺を使って、何が描けるかみたいなことを、逆算してるじゃないですか、うん、あれって、朝ドラのフォーマットとかもどうでもよくあれでも、本当によ,くよくできてたよ、うんうん。なかなかないよね、うん なかなかないですよであのー、15分かけるし当時まだ週6回やってたかな,なんか6二2 5で何が取れるか俺はそこの構造が最近変わってきたなと思うのは、うん、そのやっとみんな、うん、あのコロナで多分きっかけで WebTV、うん、みたいなものの視聴習慣ができ、うん、アベマ t v でワールドカップやり、うん、全録レコーダーとか,なんか決まった時間に見るとか、うん、関係なくなって。うん それで見るようになってると思うんだよね。うん、だから、後から、これ今、なんか、あなたみたいな人が書くじゃん。うん、なんか、この、朝ドラはどうのこうのみたいで書くじゃん。うん、で、それで見たくなったら見るじゃん。うん、見れるじゃん。NHK プラスとかで見れるんでしょ、今ね。うん、俺は受信料契約してないから、見れないんだけど。僕もほぼ NHK オンデマンドしか見てないですけど、なんかあの、ほら、朝ドラとかってもうそ,あそうだけど、なんか、 みんなこう、朝ごはんみたいなものと思ってたわけですよね。であの、要するに米、あの、米、米だと思ってたんですよ。うん、でやっぱり肉になってるんですよ、今、うん。肉とか酒になってるんですよ、要は。うんうん、で、それでその時に、じゃあ本当にね、なんかこう、あの、なんか自分の向上性を保つための結構、もの、ものとして求められたものが、そうじゃなくて、うん、なんかこう、自分のなんか脳をハックしてね、なんかこう、中毒にさせるものが求められてるんですよね。そろそろさ、だから、枠うん。というものを、 やっと取っ払うっていう頭がやっと出てきたから良かったなと思ったわけ。そのシェアをして、だってそれでバズるわけじゃん。いい作品は。ね。これはいいよね、いいよね。だけど、いまだにまだ、例えば俺最近見た映画でラーゲリから愛を込めてってめちゃくちゃ良かったんだけど、映画館でしか見れないわけ、まだ。やばいっすね。これ何なんだろうね。これね、映画館ってあのね、 いや、これも映画館の問題っていうのは結構明らかで、この10年で明らかになったのはミュージカルとアニメと特撮以外に人は映画館に行く動機ないんですよ。だって大画面で見なきゃいけない絵なんでそれぐらいだし、うん、映画館のスピーカーで聞かなきゃいけない音なんでそれぐらいなんですよ。うん、だから普通の人間ドラマみたいなものっていうのは、もう別にテレビモニターで何の問題もないということを実は全人類が分かってるはずなんですよ。そ<う>なのに多分、工業システムが追いついてないっていう理由だけであれかけてるんですよ。ね だって普通にみんな思うでしょ、だって普通にさ2,000円とかさ何だったら3,000円とか4,000円とか払ってもいいから家で見たいと思うはずですよ。そうす普通の人間ドラマとかそうですよね、うんまあ。なんでわざわざ池袋とか行かなきゃいけないんだよみたいなそうだから俺死者は最近だから例えばほらカメラを止めるなってさ、はい、ちょっと前にさ流行ったあったじゃん、うん、あれは俺見たかったんだけど、うん、いちいち見に行くのめんどくせえから。うん なんか、なんとかつてを頼って、ちょっとサンプル用の動画を、微妙、微妙、微妙で送ってく最近はね、本当に微妙、リンクがね、あの送って、気の切るところ送ってくれますけどね。うん、うん、そうそう、微妙。なんなら最近なんか、ユーチューブのリンク送ってくれるところもあるからね。<laughs> その、ね、限,限定師匠の URL。わかりますよ。URL を堀江さんがうっかり潰えたら、もうなんか何、1 0万人ぐらい見られてる、ね。そうそう,そう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 。<laughs> でも、それ送ってきてくれるところもあるぐらい。<laughs> うん、だからこの間、すっごい映画見たんだけど、ちょっと名前忘れたんだけど、えっ、ー、と、 なんか、身体障害者の人が、最後、風俗とか買いまくって、ガンで死ぬやつ。うん、へえ<ー>、そんなのやってるんのそんなの、うん、いや、なんかすごい興味があって、うん、それも、あの、なんか送ってもらったんだけど、すごい良かった。うん、ちょっとなんかせっかくだから、それ言ってあげないと可哀うだな。えと、ー、愛について池田の語ること。へえ<ー>、へ<ー>全然そんなことです。なんか、小人症の人が、最後、ガンになって、嫁1年とか半年で、うん、うん なんか風俗店に行ってセックスしてるシーンとかずっと撮ってるっていう謎の作品なんだけど、うん、そういうの、そういうの別に映画館で見なくてもいいじゃん。うん、カメラを止めるのも別に映画館で見なくてもいいじゃん。うん、なんか怒られるかもしれないけど。<laughs> いや、本当いやでもね、あの、別に倍速視聴とかしてるわけじゃないんだから、別にトイレ行きたい時にちょっと止めていきたいし、うん、喉乾いたら冷蔵庫からジュース取っていきたいし、うん、そういうことだよ、うん。そういうことですよね。そういうこと。うんうん